一社駅は愛知県名古屋市名東区一社2丁目にある名古屋市営地下鉄東山線の駅である。駅番号は H19。東山線は当駅の東側より地下を抜け、終点の富士河岡までは地上高架となる。地形的には当駅から上代駅へ向かって下がっていくために、高低差はあまりない。一社駅東側より地上高架区間へ出る。 奥の高架道路は、名にカンカミヤ JCT 相対式2面2000ホームを持つ地下駅で可動式ホーム柵が設置されている。出入り口は2つ。当駅にはコンコースがなく、各出入口に改札がある。2番出入り口にバスターミナルを併設する。各改札口とホームとは、線路の下を通る通路でつながっている。エレベーターは各ホームと南改札口へ繋がっている。 当駅は東山線駅、つとむく名古屋管区駅が管轄している。名古屋駅や酒駅など、名古屋都心部から藤ヶ丘方面行き電車に乗り、当駅で下車すると、地下ホームからエスカレーターを経て、ドラッグストアがある、駅北口に出る。2番で入り口に隣接した、一社バス停より、発着している。発着する系統は、以下の通り。ターミナル内の乗車系留場は2カ所。 名古屋市統計年間によると、当駅の1日平均乗車人員は以下の通り推移している。ありがとうございます。